観散乱に怒号大荒れ本拠地は見たことない土軍指揮官が嘆いた光景起きてはいけないドジャースは6日日本時間7日日本拠地で行われたパドレスとの祝シリーズ第2戦に2敗分10で完隊。1勝1敗となった大谷翔平投手は4打数無安打だった試合中に両軍ナインが激しい抗論を交わしたり ファンがグラウンドに物を投げ入れて9分間中断したりした展開に、レーブ、ロバーツ監督は、絶対に起きてはいけないこと、と苦言を呈した。6回のパドレスの攻撃で、ドジャース先発のフラハティがタティス JR に死球。続くプロファーはスミスと言い合いになり、ロバーツ監督もグラウンドに飛び出そうとしていた。その後、フラハティは三振に仕留めたマチャドを罵倒。 口論はその後も続いた。ロバーツ監督はお互いが競争心を持って戦っているからだ。時に何も考えずに言葉を発してしまう時があると語った。7回のドジャースの攻撃が始まる前には左翼席からボールが投げ込まれ、左翼のプロファーが抗議。その後もグラウンドに缶などが投げ込まれ9分間中断した。 フィールドに物を投げ込まないでください、と異例の警告アナウンスが流れたほどだった。私はここで1000試合以上見てきたな、こんな光景は今までに見たこともない。感情が高ぶっているのは理解しているが、絶対に起きてはいけないことだ、と指揮官は苦言を呈した。さらに、詳細はわからないがこういう光景は絶対に見たくない、とした上で、私たちのファンは、 どのファンよりも素晴らしい、と強い口調で話していた。